いくらですかいくつですかそれでは大きさや数量を尋ねる単語を学びましょうボトルにはどのくらいの水が入っていますかあまり入っていませんお財布にはいくらのお金が入っていますかあまり入っていません砂糖はいくつコーヒーに入れましょうかたくさんそうですね、これらの質問はすべてどのくらいいくら いくつで始まります。どれくらい、いくら、いくつ、いくらは大抵、お値段はいくらですかの省略です。ここにあるものは美しいものばかりですが、ここだけの話、このお値段ではとっても無理です。何一つ買えません。何一つ。 てしししだけ買って大金を払いましたいをまもしくはたくさん「むのがむのが」。 その販売員は原価がより高いと言いました冗談もほどほどにしてください普通は販売員は安く買って私たちに高く売りますよね商売ですからより少ないミンシュミンシュ逆はもっとボルシュボルシュ島の最上階まで登りましょうかすみません私はここに残ります今日は十分にたくさんの階段を登りました

コーヒーとケーキが買えるかなおおよそ大丈夫そうです。おおよそ。プリメーな。プリメーな。ちょっと待ってください。あと、いくら残っているかを数えてみます。コーヒーとケーキが買えるかなおおよそ大丈夫そうです。おおよそ。ボリーイルイメニー。ボリーイルイメニー。私は喫茶店に座っています。お店で買ったものを目の前に置いてみました。

もしかしたら、明日の朝戻ってくるかもしれません。もしかしたら。もしかしたら。ここから近道をすることは可能でしょうかもちろん可能ですよ。何を言ってるんですか不可能ですよ。違いに気をつけましょう。可能。もしかしたら。逆は不可能。

アこれは全く考えられません。無理です無理理でですす